ジョン・フレデリック・ケンセットは、アメリカ合衆国の画家、版画家である。ニューイングランドやニューヨーク州の風景画を描き、ハドソン・リバーパの画家の一人である。コネチカット州、ニューヘイブン郡のチェシャーで生まれた。イギリスからの移民の父親や叔父から、木版の技術を学び1838年頃まで、ニューヘイブンで木版の仕事をした後、ニューヨークへ出て、 紙幣印刷の技術者として働いた。1838年にニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会に風景画を出展した。1840年に画家仲間のジョン・ウィリアム・カシリア、アッシャー・ブラウン・デュランド、トーマス・ロシターとヨーロッパに留学し、7年間、ロンドン、パリ、ドイツ、アイス、イタリアを旅した。1847年にニューヨークに戻り、 1848年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回委員、翌年正会員に選ばれた。ニューヨークにスタジオを持ち、アメリカ各地で風景画を描いた。いわゆるハドソン・リバー派の第二世代とされるギフォード、レーン・クロプシー、ヒードラの人々と交流した。ケンセットの作品はニューヨークの美術愛好家の団体に買い上げられ、 スミリーによって版画にされて会員に反布されたことなどによって画家として経済的に成功した。ありがとうございます。